い、どうも皆さんこんにちは、ミスターフです。じゃあ前回に続きやっていきましょう。で、確か声を取ったんだ。この人に逃げたれ。に行く方法はあったはずだと思うな。旦那様、そろそろ次の南蛮船が到着します。なんや、もうそんな時間かいな。出迎えに行かんと、あの化け物ども、何をしでかすや。アホ、化け物なんて呼び方よせ言うてるやろ。あれでもお得意せんや。ほな、港へ行くで。では出たのに、
少し雨が出そう。
資源か。長野公の腹心城崎藤吉郎改め羽柴秀吉、羽柴と別れを帰ったや頭よく信長公に仕え覚えもめでたし、信長公不在の間兵をよく調べ、その勢力を増すに大きな役割を果たし、まずますますます信長の公の信任を厚くす。信長公戻りし後は清国兵長を命じられ、数万の兵を率いて編成し、今なおかの地で戦いを続けているなり。時空研究所寝てより鬼の遺跡に関する調査を行ってきたが、ようやくその最初の段階が終わった。遺跡に残されていた膨大な記録を解読した結果、鬼の秘密は時に関するものらしい。装置こそ発見したのだ、したのだが、我らゲームマにはそれを操る術が完全としない。このギルテンスタン、全知全能と続いて謎を解明してみせよう。だが、ゲンマ王への報告にはもう少し時間がかかるだろう。それにしても南蛮戦に敗したゲンマたちのいかに無能なことか。見境なく町の人間どもを恐れよって。人間どもが怯えるのは一向に構わないが、働き手がなくなっては困る。もう少し知能の高い元の名を配置すべきか。ギルデンスタン。ジャック、港に南蛮船が入ってくるらしい。そっちは何か分かったか。ああ、これを見てくれ。
ギルデンスタンの仕業か。やつめ。そのギルデンスタンってのは何なんだ。ゲンマの科学者だよ。いろんなゲンマを作ったり、良くないことを考えたりするやつなんだ。科学者か。とにかく南蛮船へ行けば未来へ帰る方法が見つかりそうだな。ああ、港へ行こう。港へ行こうと思ったのですか。キリがいいので今回ここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回も見てくださいね。ではでは。